はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長野望ね。来週、ウィズパープリット、ね。続きにやっていきたいなと思います。ということでですね。製造していこう。うん。ポン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 っていっぱいね。戦争仕掛けておこう。陣ぶれを出せ！大義は我らにあり！戦争で陣ぶれを出せ、大義は我らにあり。いろいろと援軍は多分突っ込んでくると思うんですけど、それを跳ねのけるような陣ぶれを出せ、頑張っていきたいなと思います。大義は我らにあり。12,000です飛んでくる。16,000です飛んでくるんだね。そしたら4部隊ぐらいで16,000。22,000にしとこうか。で、ここは5,000ぐらいか。なのでまあ10,000ぐらい持っていけばいいね。12,500ぐらい。進め。で、ここは18,000持てればいいね。進むのだ。まずこんなもんかな、第一発目はね。18,200黒出しとこう。進むぞ。参る。ここに置いとこうか。進むぞ。2条にも行きたいんでね。うん。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。そしたら取引を行いましょう。ありがとうございました。この城もらい受ける。はい、こう落としたね。あ、返そうか。九州は統一しましたね。我が部、天下に示す。で、今ので、これ、2条、倒したね。うん。なので、トカニを先生に行きます。大義は我らにあり。で、これで2条に進めます。参る。出陣するぞ。勝てるでしょう。誇りにかけて負けはせぬ。
これ33日、いいね。66日、いいね。もうぐらい行こうか。で、今日こういいね、36日。敵が我が領内に向かっております。どっかからか狙ってきますか、なんか言ってるね。うん、いくつで来る？主に4000。5万4000ぐらいいくらでも出るでしょ。まだいくらでも出るから問題ないね。出そうか、ここら辺から1万3000。参るぞ。我に続け、うん、これ何日かあるの、来るの。95日。来月までになったら出せばいいね。志果たさずして賞は終えられぬな。志果たさずして賞は終えられぬな。56日いいね。商いを始めましょう。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。かしこまった。取引を行いましょう。よろかって。ありがとうございました。こちらもいいです。87日、ピラン集めると何日かかるんだ。もうちょいしてからでいいか。負けてやるわけにはいかぬ。はい、2条ね、落としましたね。たら、こっち行くのもいいけど、こっちだね。いいさん、行こうか。陣ぶれを出せ。大義は我らにあり。行くぞ。まあ、セミナリはちょっと強いんで。進むぞ。星の強いんだよね。そんなすぐには行けないですけど。あれ、この辺からなんか結構出たはずだったんだけど。あ、この辺からでいいか。進みます。行きます。あ、97かかるのか。進みます。あ、進めとこう。皆の者、勝ち時をあげよう。ことじけなし。手を打とう。進めてこうか。出陣しよう。
ところで。貴様の腕は我らは止められぬ。ここで弓矢取ったんで、やるか下か。手を打ちましょう。我に続け。報告いたします。先月の収支です。表情を執り行う。まあ軍事農業でいいんじゃないのかな。こんな欲しいものもないし、もう47、47、46、47がいるし。これにて表情を終えよう。だから欲しいものないね。ありがとう。すまねえな。したら泥買おうか。違う、闇取引。志果たさずして賞は終えられぬな。取引を行いましょう。ありがとうございました。もうちょい出そうか。あ、5万3000とか出るじゃん。出陣するぞ。いざ参ろう。出陣するぞ。粘着できるじゃん。いいじゃん、いいじゃん。したらなんでこういう部署いないのよ。2万ぐらいの部隊持って行って出陣しましょう。手を打ちましょう。どっかの上をね、潰したりとかするにはちょうどいいサイズなんで、2万ぐらいのね。まあとりあえずここでいいんじゃない。出陣しましょう。68日もんぐらい入れよう。当に取ってる場所ないよね。こっち落とし行きたいね。15,000。さっきのあれか、19,000ぐらいが必要か。先制をして行こうか。19,000のやつのとこか。陣ぶれを出せ。大義は我らにあり。手を打ちましょう。これいいね。進むのです。この58万いけないね。参る。進め。あ、後藤又部がなんか落としてくれよって言ってるね。声が得策かと。ありがとう。
報告します。先月の収支です。ゲチオ。兵糧買おうか。取引を行いましょう。ありがとうございました。負けてやるわけにはいかぬ。いいね、ほんまのとしてね。行くぞ。そしたらどんどんとね、埋めてこうか。進むぞ。なんか1万9000どっかから借りてくるみたいなことをね、なんか言ってるけど、待機するぞ。多いだね。あ、なんか大証券ができたんだね。使いの者が来たようです。いいでしょ、従属なら。多いですね。したらこっちだね。こっち1個しかないし。ジンブレを出せ。大義は我らにあり。行くとしましょう。我に続け。これ2万2000で来る。たら前線復帰しようか。ジンブレを出せ。大義は我らにあり。行くぞ。後に続け。消えた。行くぞ。後に続け。うん、来るんじゃなくて防衛に切り替えたね。いいね、これでね。あら、まだホルモンに切り替えられましたね。まあ、戦争がね、延長できるっていうことは、ね、惜しいことですね。あ、でもあれですね、はい、12分にね、給与届かせましたっていうことでね、エンディングですね。はい、幕を下ろしますが、はい、下ろしますということで、今回意外と早かったかな、全体的にも。なんかずっとさ、お城を毎回お城を多くね、取れてたっていう感じかな。結構このゲームもね、やり尽くしてるので、もうこういう風に動くとかね、時代背景とかね、分かってるので、この時代はここがなくなるとかね、分かってるんで、その通りにね、前もって動くと、今回みたいにね、いきなり豊臣さんをね、落として、あとはもう左側に、このまんま、僕がとどめにしといて、左側を全部攻めた後ね、ちょろちょろっと真ん中を取れば、ね、クリアできるっていうのはしてたので、今回は自分のね、知識のね、勝利ですよね。いきなりね、とどめさんを、徳川の兵を使ってね、落としたんだけど、今回。やっぱ最初に徳川の
徳川に従属して落とすっていうことを知らないと、やっぱりこのお家の場合は厳しいんじゃないのかなと思いますね。うん。今どん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 ね、多分九州に入ってね、倒してるところなんですけど、多分ジョーナーがね、四国の討伐もあったんで、まあ。この福久さんね、結構ストレス感じずできたんでね、まあ楽しかったかなと思います。はい、ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。